イゼット・マイクマ、移籍後7試合のスタッツがこちら。菅原の後釜でイゼットに移籍したマイクマ、移籍後7戦に全試合フル出場で高スタッツを記録した。マイクマオランダでとんでもないことやってて草。AZ 側は菅原が抜けた穴をマイクマが埋めるという完璧すぎるムーブですね。マイクマは適応力高いというか、環境に順応してどんどんレベルアップするなぁ。頭良いんだろうな。AZ マイクマ選手の試合見てるけど明らかに上手い。判断も早くて 1.5 から2秒は未来見てる感じ。なおマイクマは本日エルフスボリ戦にて EL デビュー3-2で勝利した。採点は 7.2。AZ 勝利、面白いゲームでした。マイクマ選手はマイクマ選手でしたね。初の EL の舞台でも堂々とプレイ、いいチームに移籍しましたね。これからも楽しみ。AZ のマイクマは対戦相手として怖すぎる。マイクママジで頭いいな。チャンスになるシーンでほぼマイクマ経由する。マイクマ4起点、マイクマほぼセンターフォワードだった。9-1 で勝った試合でゴールもアシストもしてないマイクが2番目に評価点高いのヤバすぎ。最高すぎます。この調子でいったらリーグ MVP かもですね。なんでマイクマ代表呼ばれなかったのかしら。マイクマ、地味にオランダで無双してないか？このペースならエール年間ベスト11は間違いない。数字ついてきたらワンチャン年間 MVP まである。マイクマ、オランダ来てからスタッツエブすぎ、もっと日本で取り扱